おはようございます、今日も元気な輪島式仏壇店中田光希でございます。いや実はですね、今ここに来るまでニュースで森本さんですかね、大阪のおばちゃんの保育園のおばちゃんの方ですね、テレビでやってました。面白いというか困ったおばあんですね。市の職員室がふーって困ってましたね。あれは大変だと思いますね。ところでその保育園のですね、猫バスみたいなのが映ってたんですよ。こう耳ついて顔、猫の顔がついてるんです。よかったら猫バスにですね、会長の顔をつけたらいいですね。もう絶対いけてると思います。まあ、詳しくはこの読売新聞を読んでください。まあ、朝から本当にアホなことを言いながら、さあ今日も一日頑張りますよ。全国の良い子の皆さん、おはようございます。さあいつものお約束頑張ります。さあ今日も元気に営業中、猫バスバンザーイ。